出しました。もう一度ウィリアムズ外に来ています。スリーポイント来ました。スリーポイントここで来ました。どう仕掛けていくか。かなり深いところ、おー決めました。ウィリアムズこちら、山口が2枚スクリーンを使ってウィリアムズ来ました。8秒7秒はい、この選手気をつけないと。田島2秒どうするか。打ったスリーポイント、決めた。北海道大逆転勝利。田島仕掛けてまだあります。ウィリアムズの左サイン45度スリーポイント逆転。コーナー3ウィリアムズ続いています。ここは山口キャッチャーのシュート落ちる。もう一度北海道オフェンス、トップウィリアムズが入った。スリーポイント、残り3秒、トップでテイラー少し迷ってシュート。テイラー選手シュート打ってた。激しくいくのは大浦、中を開けた北海道。ペイントアタックからボールが回ってウィリアムズの3、はい、非常にいい形でボール回りましたね、はい、北海道は押していく。そしてシュートで終わりたい。シュートウィリアムズのスリーポイントショット決まりました。ギリギリのところ、今日2本目です。中で勝負に行きます。リバウンドは北海道。ウィリアムズスリーポイント来ました。ウィリアムズ、さあ中野から葛原、ウィリアムズ、ウィリアムズペリメーター決まる。今ボールハンドラー持っているのが中村、背番号12番。ウィリアムズのディープスリー決まりました。田島メイヨ、メイヨからウィリアムズ、ウィリアムズのスリーポイントショット、綺麗な形が決まりました。ウィリアムズこれがスリーポイント1本目。自ら行くか。ジャワットウィリアムズのスリー決まった。見てたというふうに話していました。ここはウィリアムズミドルシュートが出てきた。選手を使っていきました。さあここはメイヨから葛原、外ウィリアムズ決めてくる。でも崩さないプレーヤーですね、はい、橋本、あ、ここ入ったウィリアムズのシュート決めた。高い位置に出しました。ウィングからバックロールターン、長野がチェックに行っています。ロングレンズで決めてきたウィリアムズ。さあ一方早くいい形のポイントが欲しいというまたニックメイを外に持ち出してウィリアムズ。ラウンドを取ったのは北海道です。点差わずかに、オフィシャルタイムアウトまで。さあどういった点数になるか。キックアウトしてウィリアムズ3。さあ今度は川島がスティールを狙っている。ウィリアムズの3決まった。これで後半だけで10、残り第1クォーター5秒を切ります。ウィリアムズの3決まりました。テイラー、ジャワットウィリアムズの3は入れ替え決まった。とルーズボールがレバンガです。テイラーが下から狙いましたね。そうですか。ジャワットウィリアムズ3ポイント決めた。これは大きい。このこれは大きい。に北海道うまく攻めれるか、千葉はそこのギャップを埋めるかっていうのがやっぱり今日の本当に最大のポイントかなと思いますね。ウィリアムズ3今日1本目。この2つの使い方も両ヘッドコーチ注目ですね。そうですね。ウィリアムズ3は決めた。沈めてきた。逆転レバンガ。葛原に対して田口がよくマークにつく。メイヨ、ウィリアムズがまたしても打つ。スリー決まる。今日2本でヒントを見つけて第2クォーターを終わりたいところですね。はい、またショットになったが決めた。よくウィリアムズも決めました。ですね、難しいシュートでしたね。この第2クォーターの立ち上がりも千葉ペース。ここからどう得点を重ねるか。ホームの北海道、ウィリアムズのスリーは決める。スイッチ引くあの手早いですよね。ジャワット・ウィリアムズコーナーから決めてきました。外にメイヨがいる。メイヨ自ら行ったミドルショットは落ちました。
ここがまたセカンドショット、北海道ウィリアムズ今日2本目スリーポイント決まりました。北海道5番の葛原、ウィリアムズ、メイヨ、もう一度ウィリアムズ、スリー決まり、そこから打つ、落ちる、リバウンド、北海道、おお、これが入る、強気だ、このスリーポイントが入りました。これを橋本に返して、さあどうするか、いいですね、おっと決めた、時間がない、スリーポイント、いやー2本目ですか、2本目ですね、ね、じゃあマット・ウィリアムズ、ここ決めた、ファール、バスケットカウント、はい、渡辺ファールです。テイラーからターンでジャンパー、ハイが取ります。ウィリアムズ、ウィリアムズのスリーポイントショット決まりました。大きい、このスリーポイント大きいですよ。残り4分50秒、ウィリアムズここはジャンパーしっかり決めます。ぽっかり開きました。ウィリアムズが打ってくる、決めた、これで逆転、外に出す、でジャバット、ウィリアムズスリーもあります。ウィリアムズの今のはスリーポイントです。北海道としては早いタイミングでのリリースが必要になりますね、はい、このジャンパーは決まる。これでウィリアムズ15点、後半だけで15点。元シュートが決まっています。ジャンプウィリアムズ、今日も中継でおそらくレバンガのルーサーさんたくさんご覧になっているんですね。ジャワットウィリアムズ、ジャワット、ウィリアムズ決めた。内田からウィリアムズ、ウィリアムズのスリー決めた、今日4本目。さあ6点です。ジャワット、ウィリアムズ、前の橋本、しかしここは決めてきました。ウィリアムズいいジャンパーだ。ジャワットゾーンプレス、ワンツーワンワン、変化つけてきましたが、ウィリアムズここは何だろう。からまた田島です。10秒切っています、ね、ウィリアムズそこから打って、いや、よく決めた、よく決めた。ですから昨日に続いて信州は90得点を超えています。ウィリアムズ仕掛けていく、行きました、プリッツで決められますね、はい、中野から振ってウィリアムズ突破していく、決めました。いいですね、その中で得点伸ばしていけるか。ジャバット、ウィリアムズ、竹内がつきます、仕掛ける、中行って、ファウルももらっています。ジャバット、ウィリアムズ38歳、まだまだ。今度はディフェンスを変えた中での守りでしたが、ここはウィリアムズ、両チームともに1本目は決めてきます。メイヨが出しどころがなかなかないか。ウィリアムズ仕掛けに行った、ウィリアムズのレイアップシュート、作る、自分で行く、マキのディフェンス、残り2秒、ウィリアムズ、ウィリアムズのシュートが決まりました。72対50、勝利につながるかっていうところがあるので、場内が少しどよめきました。さあウィリアムズよくねじ込んだ、そのがよくマークについている。さあジョーダン・テイラーとラベナ、ウィリアムズが中に切れ込んで、ようやくウィリアムズも得点を決めていく。ダブルチームいきましたね。ロシターがヘルプで行ったんですが、その後冷静にかわしてウィリアムズ、これは素晴らしい。のような激しいブロックになりました。ニックメイヨ、そして5秒というところから、ジャバット、ウィリアムズ、この勝負どころ、さすがに引っ張りつつあるというこの第1クォーターの中盤ですが、さウィリアムズが今日もこのシュートタッチの良さがここでありました。来ましたね、というアルバルク東京でもありますが、いやなんか仕掛けづらい雰囲気ですよね。はい、ジャバット、ウィリアムズ来た、また形勢逆転、得点力がありますが、ここまで 13.9 ポイント1試合平均。ジャバット、ウィリアムズまたくる、完全に乗ってきました。さあそして背番号3の牧も入っています。北海道メンバー交代というところで、さあここは田島、
してワット・ウィリアムズまた来ました。いや今日調子いいじゃないですか。このあたりうまく防がれているというこの第1クォーターの入りになっています。ジャワット・ウィリアムズ、こちらも3ポイントがある。遠目からこのリバウンドが、おー、シュート決まっています。渋谷が23点ベンチプレイヤーで取りました。ウィリアムズこの2点、はい、10点差ですよね今。ジャット・ウィリアムズ、ウィリアムズ3ポイント成功です。また1桁つくのは柳川、田島からウィリアムズ、ウィリアムズ中に入っていってレイアップシュート決まりました。いけないような感覚だと思うんですよね、はい、なのでこれ本当に面白い試合だなと思いますね。ウィリアムズの3ポイントショット決まりました。橋本バウンドパスからウィリアムズ、ここも一つ中に入ってペイントを攻めて今度は自分できました。そうですね、手を出すともうファール取られますからね。そうなんですよね。ウィリアムズ3、ここできた78。どちらのチームに勢いをもたらすでしょうか。さあ橋本に対して河村がよくマークについている。ウィリアムズが3ポイント狙った、決まる。信州はあそこを今日使えていないという状況。ウィリアムズの3、来た、今日1本目。ここ切っています。第1クォーター、田島、前田がつくが、ここはかわしてジャワッとウィリアムズ、ウィリアムズのシュート。25秒、中野外へ出す、ウィリアムズ来た、ここに来て3が来まして、ここはこのクォーターは田島が次組み立てていきます。そして外にもじゃない、ようやく3が来ました。ジャワット・ウィリアムズ、田島がプッシュ、ジャワット・ウィリアムズ、ウィリアムズステップバック、シュートが決まった。ジャワット・ウィリアムズ、ウィリアムズ、うん、決めた。中野へ、中野から外でウィリアムズ3ポイント決めた。リスポン、テイラーへ、テイラーからウィリアムズ、あ、まあシンプルなピックアンドロールでしたね。林のタイトなディフェンス、田島です。田島には柏原がついています。ジャワットウィリアムズ、あ、素晴らしい、あるからちょっと怖いですよね。あ、そうですか。オープンだ、3ポイント、ジャワット、ジャワット決めた。残り10秒、同点。ちょっと攻め始めたところでのターンオーバーになりました。テイラー、ウィリアムズへ3ポイント、ジャワット・ウィリアムズ3ポイント。今のレシーブものプレッシャーなんですよね、北島選手のところ。なるほど、田島からピック&ポップでウィリアムズ3ポイント。ボールスイングが2回ほどありましたね。本当にシューター、ポイントゲッターとしても、あのディフェンスマンとしてもすごくいい選手ですから。ウィリアムズ3決める。によったらノーマークができてるからっていう、そのスペースの使い方がものすごくうまいのが千葉ですね、はい、さあ連続得点、13歳、八村世代注目の前田。ウィリアムズの3決まりました。1本目、中野司3ポイント、セカンドチャンス、ナイスリバウンドですね。ウィリアムズの3決まりました。今日1本目、山津が持っていきます。名誉の3か、一旦フェイクを入れてそのまま行ったが、ウィリアムズが最後決めました。あ、やはりここでウィリアムズ、これで100点です。そこは難しいところですね。今度は田島からキックアウトしてウィリアムズの3、決まる。ウィリアムズ今日1本目、まあ、安岡守ってますね。ただリバウンドを取ってウィリアムズが決めた。橋本選手よく見てましたね、フェンスリバウンドよく取った。今度は葛原が、ウィリアムズがセカンドチャンスをちゃんと決めてきた。果たしても中野司3ポイント、おっと、セカンドチャンスはどちらだ。ウィリアムズ決めた、今日2本目の3。さあその田島、おっと、足は大丈夫か、心配でしたね今ね、ウィリアムズ押し込んだ、これで今日14点目。
もうどちらかが畳みかける勢いはあると思いますね。ウィリアムズルーズボールを押し込んだ。ウィリアムズにブルックスがつく。体を当てながら決めきった。ウィリアムズ今日 B1 リーグ1000得点達。もう一度田島スリーか。ウィリアムズから田島朝日、ウィリアムズのスリー決めた。来た、連続スリーポイント。ウィリアムズいいですね。まともに北陸高校が生んだポイントガード、ジャワット・ウィリアムズが決めました。今のは綺麗な。ここはジャワット・ウィリアムズ、北海道辛抱強くやってますね。オフェンスに関しては北海道も田島、さらにはベテランの桜井も入っています。ジャワット・ウィリアムズ1対1。ジャワット・ウィリアムズが、あ、この辺りのうまさ。地元からジャワット・ウィリアムズにやはり預ける、決めてくる。安心感があります。リバウンドが北海道圧倒してるんじゃないですか、ね、あ、そうですね。そしてジャワット・ウィリアムズにこうミスマッチになっている。このシュートタッチが非常にまた来ました。今度はテイラーからジャワット・ウィリアムズのターンしてからのシュート、うまさがあります。特別指定筑波大学4年生。さあ今度はまた橋本、ジャワット・ウィリアムズと須田というところですが、おお、このシュートタッチが非常に柔らかい。テイラー、ウィリアムズ、あ、ちょっとファンブルしましたが、山口、残りショットクロック5秒、ウィリアムズの得点。ボールを外に回していくが、テイラーとハミルトン、残り5秒、ウィリアムズシュート決めた。2ポイントです。橋本が外に振る。さあウィリアムズ2点、ウィリアムズミドルシュートを決めた。これで再び1点差。差を縮められるか、ホームの北海道。ウィリアムズと原、ミスマッチにはなっている。ウィリアムズ、福原から中野、ショットクロックが2秒1秒。うわ、ここで決めた。ウィリアムズよく、テイラーのバイオレーションから、そこから流れをまた千葉がサイズの得点で持っていくのかどうか。ウィリアムズのシュート決める。さあ北海道今日もリードです。ウィリアムズ本当にこの人シュートうまいですね。うまいですね。ここでテイラーに渡る、スイッチして前が武田、ジャワット・ウィリアムズ、ウィリアムズ決めた。セイダメボールが止まっている。中野がジャワット・ウィリアムズのピック、これスイッチしています。ジャワット・ウィリアムズの前が森、ジャンパーを決めました。ウィリアムズマークについた後、中野からウィリアムズポストアップ、赤尾がつく。フェイダーウェイのシュート決める。ジャワットも内もありますし外もあります。そして中野とロシタースイッチして、ジャワットとイカルが下がりながらスリーはどうか。これがあります。 9% で 10% 切ってるんですよね。スリーポイントシュートは昨日は前田悟が1本決めた、チームとしてもその1本だけということになる。北海道ですが、田島からジョーダン・テイラー、富山、そうですね、少し変化つけてきましたが、ジャワット・ウィリアムズ、技ありの2ポイント。ウィリアムズ三井がついているがミスマッチになっている。決めてきました。いいです。ちょっとミスマッチになっていたんですが、ここも安藤とジャワット・ウィリアムズ、あ、これも来ました。この位置でウィリアムズ、ブラウンがこらえますが隙をついた、決める。名誉の得点が伸び出しています。結構ボールと人とかって山で飛ばれなくなりましたよ ね。ウィリアムズ決めています。ウィリアムズ、三原がつく。日本人ビッグマンとウィリアムズ、元 NBA、 中でウィリアムズ勝負に行く、決めた。ジャワット・ウィリアムズの得点です。
ジャワット・ウィリアムズ流れながら、なんとか決めた。テイラーはパンチドリブル、ジャワット・ウィリアムズ、ウィリアムズ、ここもウィリアムズとショーター、このマッチアップ2人に囲まれながらよく決めた。スタート頑張るしかないんですけど、ウィリアムズオシュバンを失礼、アレンをかわしてここは決めてきました。ジャワット・ウィリアムズ対モリス、ウィリアムズ対モリス、ウィリアムズショットを決めています。前まででハミルトンは成功率 40.6% スリーポイントです。ウィリアムズファウルだった、ラテッサント、ここにヘルプポジションにレバンがいなかったですね、誰も。ジャワット・ウィリアムズ足元がついてる、難しい体勢からですが決めてなりました。まあ、早速ローポストついてきますね、ジャワット・ウィリアムズ。10秒切ってくる、5秒、4秒、3秒、ジャラド・ウィリアムズ、ポイント。レンドラムに崩原、橋本が行く、橋本行った、さあ橋本奪った、浮かせて、おー、来たか。左手での山口のシュート、最後はウィリアムズがゴールを決めています。ついていきます。あ、この古川、中野はウィリアムズ、はい、ウィリアムズ、エヴァンスの激しいディフェンス、もう一丁行く、もう一丁行く、決める。再び北海道ボール、ウィリアムズフェイクを仕掛けて自ら行った、最後は押し込みました、ウィリアムズ。プレッション差、中野が空いたところ、うまくウィリアムズがカバーしていきました。テイラー対このコリンズはちょっと面白いマッチアップ、ここはしかしスピードのギャップをついてきた、セカンドチャンスで入れてきました。リバウンドでそのままタップインさせました、ウィリアムズ。ショットクロックが7秒になった、ここでサイパプムールのショット、あとよくフォローアップしました。ジャワなんですね、ここで身長差では。そうですね、フローター気味のショットはウィリアムズ、ようやく今日の初得点、そうですね、ようやく来ました。ここでカズマのこのタフショット、ジャワット・ウィリアムズ拾って決めた、またエアボード、ウィリアムズ、林がつく、林がつく、それをかわす、最後は下から、あ、よくカバーしてきました。惜しかったですね。ファウルは3-1というここまで、新潟が3つ、北海道が1つ。ここもリバウンドですね、まあ、スイッチしてますから、まあ、ここウィリアムズ、ブルックスがついている、ショットクロックがない、ここはシュート、なんとかねじ込みました。そして北海道はなんとかここは得点に結びつけたい。ニック・メイをそこから打つ、うまく決めてきました。長いパス通って中に入った内田、どうだこれは、うーんと決めてきました。ああ、よく入れましたね、はい、ウィリアムです。中に入れてそこから打った、落ちた、名古屋、どうだ、もう一回ウィリアムズ決めてきました。ディフェンスをしようとしたところでスクリーンという感じにしようとしたんじゃないですかね。あ、さあターンオーバーか、ジャワット・ウィリアムズゆるっと決めてきました。ちょっとシェーバーが思い切った形では打てませんでした。あ、メイヨのステップ、メイヨの、北海道橋本、ウィリアムズに出してウィリアムズ決めます。大塚スリー外れた。さあ走り出すレバンガ、テイラーパスにして、ジャワット・ウィリアムズ、エンドワン。ノーメが中に入っていくところですが、スティール、さあ牧、ウィリアムズ立ち上がりのディフェンスの集中力素晴らしいですね、はい、おっと、これはスティール、やり返しましたよ。ターンオーバーになった、ウィリアムズ、あ、どうだ、リバウンドはしかしニック・メイヨです。
明も果敢に行きましたが、パスするがパスは通らない。さあ牧前、ウィリアムズジャンプショットは決まらない。さあ今度はテイラーとマタラベナ、そのワンゴワン、今度はウィリアムズ3本目のスリーが決まる。さあ落ちます。ジャワット頑張りましたね、はい、中野は今ウィークサイドにいて、ジャワット打ってくる、自分の前で打ってきました、ね、ハイドボール、橋本がすぐに持っていく。ウィリアムズのスリーはどうだ、決まった。これで3連続スリーポイント。今度は北海道です。ウィリアムズ決めた。得意のスリーポイントですか。名誉来ましたね、はい、福原ドライブ、ウィリアムズ来た。かわして橋本です。バンクパス、ウィリアムズ、スクリーン側のタイミングが合ってない感じがしますね。ここは名誉のアシスト、はい、じゃあちょっと 56% 程度とそれほど高くない感じはあります、はい、ここはアンドワンはありません、ファウルはありません。インサイドに行ききれてないハント選手もいるので、北海道のディフェンスは成功しているとは言えると思うんですよね。今度はウィリアムズがペリメーターからのショット、123点となりました。さあここで橋本がカットして柔らかいショット決めていく。決めてきました。この局面であのプレーを 使えたのはやっぱりすごいいいですね。さあウィリアムズスリーポイントお返し。いやこれは面白い、もう順位とは全く関係ない感じのゲーム展開が続いています。また来た、今度もスリー、ウィリアムズ。連戦の時というのは明日どういった対策を取ろうかと相手に考えさせることが大事なわけですね、はい、ある程度のこうシチュエーションのバリエーションは与えるのが大事なので。面でパスなんですけど、あれもなんか遊び心が満載ですけど普段からやってるんじゃないかなと思いますよね。チーム練習4試合連続2桁得点、今日も2桁で、これで5試合連続2桁の中野司。一気に東京は行きたいところですが、北海道は大事にしたいんですが、おーっと、おー